安西隆三さんにいろいろ聞いてみよう。ありがとうございます。つい先ほど発表になりましたけども、越谷アルファーズに立場としてはヘッドコーチではないんですか？違いますね。どういう立場になるんでしょうか？基本的にアドバイザーなので、チームも方も、そうだし、フロント側も、あと自分の持っているものを提供しながら、もちろんチームの方にも携わるんで、そちらの方も手伝いながらという感じですね。シーズン中はもうコーチ業の方を少しメインでやる感じです、ね。なるほど、なるほど。なんでベンチとかにも入りますよ。なるほど、はい、おなるほど。で後ろにちょこんと座ってます。前に出ていかないです。 JR の横に、 JR の後ろにちょこんと座ってます。わかりました、はい、今までとは少しスタンスが変わって、はい、越谷アルファーズに関わっていくと、いうことになりましたけども、まずはですね、昨年は、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、本当に見事な、2年間ね、なんか我慢して戦い抜いたようなそうですね、そんなイメージでしたけども、優勝の感想はいかがでしょうか？いや本当にね、前のシーズンに決勝で負けて、こんなに早くね、さあ優勝をこう掴み取れるチャンスが来るっていうのは正直思ってなかったので、その前の年に負けた経験がそのチャンピオンシップ全体通してもかなり生かされた、シーズンだったかなと思うんで、本当にチャンピオンシップ入ってから負けなしで快進撃でしたけども、勢いありましたね。ありました、自分でも言うんかい。勢いありましたね。ありましたね、安定感抜群でしたね。いやすごかったですね。あの勢いの要因はズバリどう見られてるんですか？楽しんでましたね、今シーズンのそのチャンピオンシップは、その負けた経験があったんで、あと、ワイルドカードでの出場だったんで、プレッシャーとかも全然なくて、練習の時からやることはしっかりやって、あとは試合を楽しもうみたいな感じの雰囲気がもうできてて、あの選手も本当になんか楽しそうにやってた印象はありましたけど。ああそうですか、これやっぱ優勝してね、田臥選手と同期で、田臥選手は選手現役のままですけども、安西さんは、ヘッドコーチという立場でこう一緒に優勝できるっていうのはまた気持ちちょっとあったんじゃないですか？そうですね、本当にね、ずっとブレックスができてから、2年目から、ユータとは一緒にやってて、選手同士とアシスタントと選手と、で最後はヘッドコーチと選手っていう形になっていった中でも、全部ね、1個ずつ優勝できたっていうのも、すごい良かったですし、だから龍三さん、選手でも、優勝ね、ブレックスで、アシスタントコーチ時代も B リーグの初年度ね、優勝して、今度はご自身ヘッドコーチで、いや B リーグ史上初ですよね、これは多分。B リーグでね、まだ3チームぐらいしか多分優勝しないんで冷静あんまりあれですけど、決勝ではね、僕天皇杯も2回ファイナル行って、その前年の B リーグファイナルも負けてたんで、もう一生できないヘッドコーチなんじゃないかなと思ってたんですよ。優勝とはもう縁遠いんじゃないか俺はと。なんで本当に良かったなってなんかやっぱ宇都宮ブレックスの強さっていうのは任務遂行力、やっぱ選手たちが本当に全体のことも理解していて、チームメイトたちのやりたいことも理解してて、ヘッドコーチの作りたいものも理解してるなという印象があったんですけど、それはやっぱ常に言ってきた感じですか？そうですね、基本的にね、僕らがそのバスケットできてる理由っていうのが、やっぱりそういうスポンサーさんとかファンの皆さんの、その支援があってじゃないとできないわけじゃないですか、もともとが。なのでやっぱりそこに対してこうするためには、普通に考えても諦めたり、なんか変なプレーしたりとかだらっとしているとか、そんなことをやってはいけないっていう、なんか僕の考え方がずっとあって、僕そのブレックス最初からいるので、どうやってここまでのチームになってきたかっていうのを、常にこう見てきたし、自分もやってきた人間、選手目線でも見てるわけですもん ね、はい、だからそう思うとやっぱりこう応援されるチームにずっといなきゃいけないと、なるほど、っていう部分が一番大きかったかなっていう、特に栃木というね、このバスケ熱の高い土地柄もありますから、やっぱその見られてる意識とか皆さんの気持ちに応えなきゃいけないというところが強いですね。そうですね。そんな中でもやっぱりディフェンスの強度であったりとか、
なんだろうな、この誰か一人が目立てばいいとか、誰か一人がスタッツ残せばいいとかではなく、はい、本当にチームで戦っている感じですけど、その辺を浸透させていくっていうのは何かこうコツといいますか、やり方みたいなのはあるんですか？いや、まあ、基本的にはその、はい、ある程度プレータイムを僕は与えたいと思ってるのが一つあって、まあそれはやっぱりみんな好きな選手とかいるじゃないですか、はい、ファンの皆さんも。はい、もちろん。田村さん誰が好きですか？いや答えにくいな誰か一人ポンって言いにくいなまあでも栃木でいうとやっぱり比江島選手がやっぱこう一人ね、スタートしての軸がありながら脇を固めている選手がみんな本当に個性豊かじゃないですか。では渡辺選手が仲いいので、やっぱ見に行ったら鍋ちゃん頑張ってるかなとか元気かなと思うのをプレーで見れるのが一番やっぱ喜びですよ ね、はい、この試合しかもしかしたら来れない人って、はい、好きな選手を見に来た時にその選手が1分も出ないで終わってしまったら、やっぱりどういう気持ちで帰るかなとかっていうのも、僕の中にはそのあって、それってまあ全員出してるっていうのも、はい、一人一人のやっぱり役割を全員がこう果たそうとすることによって、はい、突出してこう目立った選手がうちのチームには出てこなかったのかなっていう感じはしてますけどね。なるほど、はい、それはもう選手にも伝えてるんですか？は言ってないです。まあ、でもプレータイムを与えるっていうのは言ってます。ははは、あのだから責任を持たせるから、その責任をしっかり果たしてほしいっていう。はい、なるほど、はい。そこのコミュニケーションはやっぱちゃんと取ってるんですね。たまにですね。はい、そんなに毎回言わない。まあもちろんもちろんそれはそうですけど、はい、今シーズンで言うとやっぱファイナルの比江島選手の活躍というのは、うん、本当にもうバスケファン全員が目を見張るものがあって印象が強すぎて、はい、シーズン MVP も2度目の比江島でいいんじゃないかっていうぐらい僕ツイッターで言ったんですよ。そうなんですか？はい、あの毎年、はい、シーズン終わりでアワードがあるじゃないですか。 あのタイミングで、はいはい、今年誰かなって少しでもみんなに見てもらおうと思って、はい、ツイッターで言ったんですよ、はいはい、だからやっぱ何人か比江島選手じゃないかっていう。多分シーズン中はそんな活躍してないじゃないですかほらヘッドコーチがいいな。すいませんいや活躍してくれましたけど、はい、あのやっぱあそこまで目立ってないというか、ね、まあ成績もね僕ら7位、はい、全体の7位でしたし、はい、終盤からは、はい、あのモードに入ったんで、すごいなと思いましたよ、本当に。もう龍蔵さんから見ても、ちょっとすごいなってなる感じですか？すごいなと思いました。もうなんか迷いもないし、なんかいつもマコってあの最初のシュートを外すと、はい、打てんのに打たなかったりするんですよ。打てやみたいな。わかりやすい。そうそう。でもそういうのももう全くなかったですもんね。今シーズンは最初の方から、まあその最後のプレーはもうマコにある程度託すっていうのをこう何試合かこうやってきてて、まあ、それでうまくいった時もあれば、はあ、あの行かなくて負けてしまった試合もあったんですけど、はあはあはあ、まあ、そういうふうな方向性はつけてましたけど、なるほど。それこそさっき言ってたやっぱ責任を与えるから全うしてくるよという、はい、そうですね、はあ、はい、なるほど。それで言うとね、僕は見てて思ったのは、去年の、まあ、そもそも比江島選手が入った時に、うん、そこまで特別扱いしなかったじゃないですか。そうですね、あそこもまた聞いてたのかなと思ったんですけどそうです、ね、あそこは比江島選手ともそういう話で折り合いがついてたんですか？折り合いがついたかどうかわからないですけど、はい、まあ、僕の考えからすると、はい、じゃあその前にスタートで頑張ってくれてたやつらがいるわけじゃないですか、はい、基本的にで成績も良かったんですよ、はいはいはい、そこにあの比江島が入ってきて、はい、でまあ、普通だったら多分、うん、比江島誰が見てもスタートだろうみたいな感じだと思うんですけど、はい、まあやっぱネームバリューが普通じゃないんで、いやいやいや、いいんですよそこを聞きたいんですよ、むしろ、はい、なんでやっぱそのね、もともと頑張ってたやつの心情を考えると、いや急に来たからってじゃあ俺スタートから変えられちゃうんだとかっていうのはあんまりこう理由にならないって、だから比江島が本当にファイナルぐらいの活躍をもう来た瞬間にしてたら、もちろんスタートにしても誰も多分こう異論がないっていう感じだと思うんですけど、まあ、ディフェンスも全然できなかったですからね。あ、そうですか。あの来た時は、なんか結構ディフェンスももう頑張ってるイメージでしたけど、はい、最後というか、あのもう今はすごいディフェンスも、はい、ね、はい、あのやれるようになったんですけど、で昨シーズンの
ファイナルとかそのチャンピオンシップに関してはもうだいぶ比江島選手にもう行けるチャンスがあったら全部行けと言ってるのかなという感じがしてて、でそれで優勝しきれなかった、僕はなんとなく2年越しで比江島選手のポジショニングというか立ち位置も含めて、あの周りの固める選手たちの成長も含めて優勝したのかなと思ったんですけど、昨シーズンにはどういう声かけというかどういうスタンスを取ってたんですか、比江島選手に対しては。優勝したし優勝してないシーズン、してないし、はい、そこはでもあのその周りがやっぱりまだライアンとかジェフとかもずっといたメンバーがいて、はいはいはい、で LJ もいたんですよね、はいはい、その年は。そうそうそう、だからこう特別その比江島が最後のオプションっていうのはなかったんですよ。そうなんですか。正直もうその場その場でライアンなのか LJ なのかジェフなのかそこにマコが入ってくるのかみたいな感じにしてたんで、比江島本人もやっぱりその責任をそこまでこうなんていうんですかね、してなかったというか、俺がやんなくても誰か点取ってくれるっていうぐらいのメンバー揃ってると、はい、あったと思うんですよね。だからそこまでそういうのはしてなくて、まあでも本人がねあの最後退場してしまったんで終わる時に、まあそれは多分本人の中でも一番こう悔しかったところというか、まあ負けて悔しいし、まあ、そこの責任感みたいなのは多分比江島自身は持ってて、はあ、まあそれはね本当にこの優勝したシーズンのもうその最後の部分ではもう本当に生きたんじゃないかなと思いますけど、ね、なるほど、なるほど。チームとしての方針もあったし柔道さんのやり方もあるけど本人も成長していったと、それが一番だと思います。はい、そうですか。チースタントコーチ時代の優勝の、はい、本当一番最後の今でも僕覚えてますけどロシターが自分で行ってっていうあの最後のサイドからやったかな、はい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 、パス出しして の、はい、あのフォーメーションが、はい、あったじゃないですか、はい、あれをあの局面でアシスタントコーチの龍蔵さんのプランで行ったという噂を、ね、はい、聞いているんですけども、はい、ありましたね。あの時はどういう心境でどういう状況で龍蔵さんのそのあれが通ったというか、まあなんかちょっとこう、はい、イメージがあって、はいはい、でまああの時古川とライアンのそのピンダウンからのプレーだったんですけど、はい、そういうのを違う時にも使ってたんですよ、はい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 、その普通のそのフォーメーションとして、はいはいはい、でそのサイド取った時に、はい、あのトーマス・リスのトムが、はい、あのヘッドコーチだったんですけど、はい、まあ、なんかちょっとどういうプレーするのかなみたいなのを、はい、あの今名古屋のヘッドコーチのショーン・デニスと一緒に話してて、はい、で僕英語喋れないんで、はい、あのそこにはあんまり入んないんですよ、はいはいはい、横であのショーンとなんか片言の英語で喋ることあったんですけど、はい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 、でそれやってる時になんかなかなか決まんないなと思って、はい、そのプレーが、はい、だったら俺なんかちょっとイメージあるからちょっと言ってみようと思ってその2人のところに行ってあのプレーそこでサイドでやったらどうみたいなって言ったらおそれいいねってなって、だそれもトムとかもやっぱりそのあれがすごいなと、その時にでやっぱヘッドコーチだったら自分の何か持ってるプレーをやっぱやろうとするけど、それが一アシスタントのやったことをこう使ってくれたってい う、なんなん登場人物全員かっこええやんなるほど、器大きいですね。いやそれはやっぱ経験が俺のでいくんだとかじゃなくて、はい、やってみようと、それいいよって言って、じゃあ安西それやってってなって、うん、僕もねあんまりそういうあの、うん、ドローしたことなかったですけど、あの場面で行ってなんかこう書いて、まあ単純なプレーでしたけどね。いや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 、でもね結局やっぱロスターで決めて切ってというところでしたから。そうですね。そもそもいいヘッドコーチの条件みたいなものってあったりするんですか？僕は分かんないですね。あ、そうですか。分かんないです、全然。これは各、ね、ほんま選手、アシスタント、ヘッドで優勝しててもなんとなくそういうのないんですか？自分の中ではこういうヘッドコーチがいいんじゃないかなっていうのはあるんですけど、はいはい、結局本当にそれがいいかどうかなんて分かんないなと思うし、優勝したからといってそれがそのコーチがすごいとは思わないというか。なるほど、はい、深い話本当そうか、はい、だからやっぱそれだけの経験してるか からむしろ、優勝した去年よりそのもう一個前のシーズンの方が手応えで言ったらあったってことですよね。そうですね、あ、はい、まあ、そこまで本当に作ってきたっていう、もうこれで優勝できなかったらもう、だから僕はその時本当は辞めようと思ったんですよ。あ、そうなんですか、はい、あの時に、あの時に優勝できなかった時に、優勝できなかった時のファイナルをやってる途中に、はあ、あ、もうこのシーズンで一回やめようと思って、
実は笹とかには言ってたんです。マジですか。ふざけてですけど半分ギャグで言ってもうお前来年やれよっつって言いながら、はあ、もう俺疲れたからやめろみたいなことを話してて、まあ、それは半分ふざけてたんですけど、ちょっとマジやった。自分の中ではもうそう思ってたんですよ。やっぱ4年間ぐらいそのことに対してもうバッとやってきたんで、ほとんどメンバーも変わらず、そうですね、でこれで結果出せても出せなくてもやりきったと言ったん、1回ちょっとっていう感じだったですね。あ、そうやったんですか。それでどういう心変わりがあってもう1年ってなったんですか。多分それをGM の浜松さんがもう感じたり、はい、まあ、笹とかと喋ったりとかしたのか、うん、もう終わって、まあ、負けて、はい、こっち帰ってきて、はい、本当3日後ぐらいに連絡来て、うん、はい、飯行こうよみたいな、はあはあ、まあ、いつも僕仲良くさせてもらってて、はい、まあ、飲みに行くのはもう常に行ってるんで、はい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 、乾杯って言って、はい、ちょっと喋ったら、はい、来年やるでしょみたいな、おお急に来て、おグッと来たなってなりますよね。早いなと思って早いと思って、もうちょっと飲んで帰ってもいいやろって、そうそうそう、あともうちょっと考えさせてくれてもいいんじゃないかなと思ったんですけど、その後にちょっとしてからライアンとジェフがそのうちを離れるかもしれないっていう話になった時に、じゃあやろうかなって思いました逆に。だからもうそのメンバーでずっとやってきて、ライアンとかジェフとかともうやっぱり優勝したいと思ってずっと作ってきたんですけど、それでできなかった時にじゃあまたもう一回やるっていうのは結構きついなと思ってたんで、そこが変わるってなった時に、うん、じゃあ僕もそのメンバーとしか実際やってないので、じゃあ違う外国籍選手とかが来た時にどういうそのコーチングができるのかなみたいなので、ちょっとそこでやりがいをまたこう出てきて、で、まあ、もう1年とりあえずやらせてもらおうっていう感じになりました。ほんだら優勝しちゃったんですよねこういう時に優勝するんだよなみたいなのを笹とか町田とかが一緒に飲んでる時とかに言ってて、いやでもまあまああれだろうみたいな話してたら、あれよあれよという間にしちゃいましたね。いや本当にまあ持ってましたね今シーズン、昨シーズンに関しては本当になんかもう道が光って見えてるみたいなね、なんかすごかったですね。じゃあファンの方とか、まあ、僕らバスケファン的にね、ロスターとギブスいなくなるの、はい、宇都宮終わったんちゃうみたいな、まあそうですね、衝撃的な出来事があったんですけど、実はそれが発奮材料やったんですね。そうですね、だから結構これでまた新たに頑張れるなみたいな感じ。じゃあ逆に同じメンバーやったら最初の気持ち通り辞めてたかもしれない。そうですね。うわなんかドラマチックやなねえ、複雑ないろんな思いが、まあ、そうですね、シーズン長いんでね、やっぱりいろんな思いがこう出てきますよね。ヘッドコーチの最大の仕事って何なんですか。最大の仕事はもう決断ですよね、はい、決断決断、やっぱ誰をどこで使うかとか、何をそこで取り入れるかとか、まあ、僕もディフェンスとか結構いろいろ変えるコーチなんで、はい、それをどこで出すかとかっていうのの決断をまあするっていうのがやっぱり、なるほど、はい、舵取りと責任ですね、はい、また責任です。ちなみにこれやっぱりヘッドコーチをやってて、まあ、しんどいなっていう瞬間は何かあるんですか。そのまあ戦略のこととか、相当みんなの見えてないところでいろんなものを緻密に作り上げていかなきゃいけないと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、一番はやっぱりこう選手をどうこう使っていけばいいかとか、まあ、組み合わせを僕結構重視するんで、誰と誰をどうやって組み合わせて出した方がいいかとかっていうのをやってる時に、選手自身もやっぱ考えがあるじゃないですか、はいはい、で僕めちゃくちゃ今日いいのに、はい、もう変えられるんだみたいな時とかもやっぱこう感じるんですよね、そういうのも、ね、やっぱそういうのは結構、うん、まあそうだよなって思いながら、でもこっちには政治とまあこう待ってるしベンチに座ってるしみたいな、出さないとダメだしみたいなのがやっぱり難しいですかね。戦術とかはなんかいろいろあれなんですけど、やっぱそのプレータイムですよね。プレータイム、まあやっぱその選手もやってたからね、気持ちも分かる分ね。それで言うと僕はずっと前からイカルガ選手っていうのは日本代表に入れるべき
選手だなと、あの他の選手とも個性が違うし、はい、でかつできることかなり多いので思ってるんですけど、うん、やっぱり鵤選手をこう育ててきた中でなんかこういうの教えたとか、ここがあそこは良かったとかありますか、鵤選手の。いや、誠司は、はい、もともと持ってるものがやっぱりすごかったんですよ、はいはいはい、昔の写真とか見ると分かるんですけど、はい、茶髪のどうしようもないもうヤンキー不良漫画とかに絶対出てくるだろうっていうようなあれだったんで、キューピーとかに出てきそう、キューピーには絶対出てくるキューピー大好きなんですよやっぱりそういうのがあって、はい、ちょっと軽い部分というか、うん、こう、うん、こんぐらいやってりゃいいやみたいな感じがもともとあったんですけど、それ以外のそのスキルとかセンスとか読みとかはやっぱりもうもともと結構ずば抜けてるなっていう感じはしてて、なんでそれがやっぱりブレックスに来たことによって、まあ別に僕がそういうふうにしたわけではなくて、やっぱこの組織自体がやっぱそういうのを許されない組織だっていうのを政治自体もやっぱ感じながら、まあ、あとはスタートに結構早めに僕したんで、はいね、やっぱそこの責任みたいなのも、はあ、本人も多分感じながらこうやっていって、やっぱ今ねもう本当にすごいですけど ね、 すごいっすよね。やっぱあの体で飛べるし、はい、走れるし、はい、うまさあるしみたいなのは、うん、柔らかいですもんね、細かいテクニックは、ね、ディフェンスもめちゃくちゃいいですし、はい、だから僕はだからずっと代表、うん、お前も代表もあれだよって言ってたんですけど、 あいつ自身があんまり興味ないんですよね、また、ここがね出てくるともっともっと、まだ伸びしろがあるあると思います。やっぱあの河村選手もね、初めて B リーグ挑戦して一番びっくりしたのは何ですかって、フィジカルって言って、どう考えても鵤選手の話してましたからねまあね、あれ最初にやった時、今でも覚えてるんですけど、はい、それまで小さい相手とかでポストアップとかもあんまりしてなかったんですよ、政治自体が、はいはい、でも河村選手と最初に当たった時に、はい、いきなり最初のプレーでここに入ってきて、おいみたいなえとかそんなのやってたっけみたいなので、やっぱ高校も一緒なんで、ね、地元が一緒やからね、はい、だからやっぱ後輩にはそういう厳しさを教えるんだなと思いましたしっかり行くんだなしっかり、あそういうの行くのねっていう別に龍蔵さんの指示じゃなかったんや、もう自分でボンって言って、はいって言って、もうはい、ありがとうございますみたいなごっつぁんですみたいな、ごっつぁんですみたいな。立場変わっていくね、キャリアの中で今後どういうふうになっていきたいとか目標とかってあったりするんでしょうか。まあ、コーチとしてはやっぱりこうまだまだ、はい、こう続けて、はい、いく一旦アドバイザーという立場ですけど、はい、もちろんゆくゆくはまたそうですね、はい、ヘッドコーチもどこかでやらせてもらう時も来ると思うんですけど、はい、やっぱりこう今だとまだねそんなにこう幅広くいろいろできるわけではないと思ってるんで、はい、自分のバスケット感みたいなのをやっぱりもっともっと広げていって、どういうチームでもこう強くできるようなコーチになりたいなとも思いますし、はい、日本のバスケット界の何かにこう、はいはい、少しでも貢献できるような人間になっていければいいなと、はい、真面目な、いやいやいいじゃないいいじゃないですか真面目な意見、はい、芸人じゃないんでいいんですいいですか、なんでボケなあかんからみたいな顔してるんですかニヤじゃないんですいいんですよって思ってます、お願いします、はい、そしてじゃあですね、締めようと思ってたんですけど、もう一個聞いていいですか、はいはい、今の日本バスケ界がもっと良くなっていくためにはどういうことが必要とかっていうのがあったりするんですか、お考えは。本当に今 B リーグがこの絵だけこう広がってきて、はい、選手の給料もすごい上がってます、上がってるし、はい、こうやってねメディアにもいっぱい取り上げていただいて、メディアと言って弱いですけど、いろいろ取り上げていただける中で、はい、やっぱりもっとプロ意識をもうしっかり持って、その自分たちのもらってるお金に対する責任ってめちゃくちゃ大きいと思うんで、そこをもう本当に追求してほしい、言ってほしいなっていうのは、全部選手もコーチも僕ももちろんなんで、それをやっていけば本当ちょっとずつ上がってきてはいると思うんですよ、だから、はい、そういうのをもっともっとやっていければいいかなと思いますけど。結構じゃあ龍蔵さん的に責任っていう言葉は結構いろいろキーワードですね。そうですね、責任でしかないですよね、皆が果たしていけば、はい、自然とおのずと上がっていくと、上がっていくと思います、うん、あ
ありがとうございます。それでは、最後にですね、ブレックスの皆さんにまた改めて一言、はい、メッセージをいただきながら、はい、最後アルファーズの皆さんにメッセージをもらってもよろしいですか。わかりました。ブレックスファンの皆さん、本当に15年間ありがとうございました。皆さんの熱い気持ちがあったからこそ優勝して、昨シーズン終われたかなと思います。これからもでもブレックスはね、もっともっと大きいクラブになっていくと思いますので、引き続きサポートをお願いします。越谷アルファーズのファンの皆さん、これからのチームなんで、本当にね、皆さんに本当応援してよかったと思われるようなチームを作っていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本当に今日はね、お忙しい中でお時間を使っていただきまして、はい、ありがとうございました。安西隆三さんに来ていただきました。ありがとうございました。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。